はい、ということで、電撃プレイステーションでライターをしていますフォローと申します。今日は、ディビニティオリジナルシーンエンハンストエディションの紹介をしていきたいと思います。ですね、今日はマルチプレイということでローカライズプロデューサーの本間さんにと一緒にプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。スパイクチェーンソフトローカライズプロデューサーの本間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ということでまず、ニューゲームから始めてキャラメイクの方をちょっとやっていきたいなと、はい、了解です。はい、じゃあニューゲームからやっていきたいと思います。はい、今日はこの場でオフラインで画面分割をプレイするということで、はい、シングルプレイの方を選んで、難易度どうしますかね。難易度ですか。はい、いつもクラシックでやってるんですけど、ああじゃあでも多分クラシックぐらいの方がやっぱり歯応えが、やっぱりエクスプローラーだと結構敵が最初の戦闘とかあんまりと思いますので、じゃあクラシックで。はい、なかなかクラシックよりも上の難易度は試したくないですけどね。ちょっとそうですね、横で見てたんですけど試してる人、はい、結構、まあ、ローカライズ そのテストとかする意味ではですね、あんまり意味がない。とにかく敵が強いとですね、逆にテストがはかどらないと思いますので確かにちょっと低めの難易度でやらせております。はい、やらせていただいております。最初の戦闘で出る敵の数とかが、まあ、そうですね、まず一番最初の戦闘がきついですよね。チュートリアルバトルとは思えないような、はい、負けている人がいましたいやまあそうなっちゃいますよね。はい、まあ、それぐらい多分こう今にないようなハードコアの RPG だと思います。うん、そうですね、はい、はい、ということで、これでもそうですね、プレイヤー2を参加すればオプションを押していただければですね、はい、もう同時に操作できるようになると思います。なるほど、はい、それぞれのキャラクターを作っていくみたいな感じで、はい、自分が、左側のロビック、はい、まあ、名前も変えれますけど、はい、で性別も変えれますので、うん、まあ、男男とかですね、うん、女女みたいなのも全然問題なくて、うん、外見とかも変えられる。そうですね、はい、で一人でプレイすると結構この2つのキャラクターを一人で両方とも決めてしまうんですけども、うんうん、今回 2P プレイなので、はい、まあ、それぞれ決めれるという形です。これでもあれですね、スキルの組み合わせとかでだいぶ戦術が変わるっていうことは、そうですね、この段階から話し合ってまさに決めていった方がいい。そうですね、結局どのスキルを装備していくかで、まあ、キャラクターの成長の方向性っていうのがまず最初決まる部分があるので、はい、まあ、例えば両方とも戦士戦士でもまあいいんですけども、はい、まあ、なかなか厳しい戦いが、うん、待っていることになりますので、まあ、じゃあとりあえず自分はヘイト集めるということで、はい、盾で行かせていただこうかなと思います。で、まあ、ここで職業がですね、はい、いくつかあるんですけども、まあ、この職業っていうのもあくまでこのゲームにおいてはですね、まあ、方向性みたいな、うん、っていうのも別に職業に縛られて覚えれるスキルとかが制限されるゲームではありませんので、うん、ある程度、まあ、ナイトっぽい感じでやっていきたいとかですね、うん、レンジャーっぽい、レンジャーだったら弓使ってみたいな、はい、っていうある程度の方向性をゲームが示してくれて、まあ、その中でですね、実際覚えていくスキルっていうのはさらにカスタマイズすることもできるので、結構このゲーム本当にですね、キャラカスタマイズで時間が取られるゲームかなと。で、まあ、最近の RPG だとこう顔の造形とかをすごく細かくやって時間かけるタイプが多いと思うんですけど、このゲームはですね、キャラクターのその基礎数値みたいなところが、がっつりこの最初に決まっちゃいますので、ここで、結構時間をかけていただくことになるかなと思いますね。まあ、そうですね、能力値の始まり、はい、まあ、自分は戦士系なんで筋力高めでですね、うん、体格と速力が一ずつは振られてるっていうようなステータスですね。はい、なるほど。これもプレイさせてもらった時に思ったんですけど、はい、割となんか TRPG を連想させるというか、そうですね、文言もそうですし、はい、そのやっぱりこうアビリティ、能力値、才能、スキルみたいな、もうどんだけあんねんみたいな感じの、すごいですよね、これね、数が。いわゆるパラメータの多さがですね、その TRPG であるようなそのキャラクターの成長の自由度みたいなところを結構模してるんじゃないかなっていうイメージがあります。まあ、ちょっと今回はまあデフォルトの選手でいこうかなと思います。ちなみにこれ初心者がプレイするとしたらおすすめのプレイチェックですね。まあ、全般的に言えることはやはり魔導者1人いないとですね、うん、非常に最低1人いないとしんどいので、うん、まあ、魔法使い系、まあ、ウィッチとかですね、うん、ウィザード、まあ、でもウィッチだと例えば雲召喚っていうのも、うん、まあ、おすすめですよって最初から入ってるんですけど、はい、非常に召喚術が特にゲーム序盤からゲーム終盤までですね、うん、その重要なんですよね。その仲間をやっぱ一人増やせるっていうのが、そうですね、手数も増えますし、まあ、盾にも、はい、肉壁にもなってくれますし、いろんな意味で召喚術を覚えてるキャラっていうのはあるとですね、序盤から非常に活躍できるんじゃないかなと思いますね。まあ、それも別にウィッチに限ったことではなくて、はい、他の、スキルにしていただいて、まあ、切り替えたりとか、フェイファーで確か、そうですね、ここで例えば狼召喚はできないか、呪術の方でですね、妖術の方で、はい、骸骨剣士の召喚みたいなのが確かできるキャラクターが、あ、最初の方はないかな。最初は多分そうなると雲召喚しか、まあ、すぐにゲームの中でスキルブックとか手に入れて、はい、他のスキルカテゴリーでも
新しい召喚術を覚えることはできますけれども、ね、まあ、最初からあるということで非常に有能かなと思います、ね、このここにあるのはもう初期で覚えられる、まあ そうですね、そんなものだけで、はい、これよりももっと多くのものが、そうですね、スキルがですね全部で128種類以上ありまして、でそれぞれのカテゴリー、まあ、例えば射手とかですね、はい、悪党とか演術とかそれぞれ16個ずつありますので、そのうちの、まあ、3個4個ぐらい初級のものがですね、まあ、選んでくださいという形にゲーム序盤はなっているという作りです。なるほど。じゃあこちらは魔術師ドストレートに脳筋、はい、ですけど、はい、じゃあちょっと、まあ、外見もですね、アイコン、まあ、ゲームのポートレットっていう形で、はい、ゲーム中にですね、このキャラクターのアイコンが表示されるんですけども、まあ、本当にものすごく細かく設定できるわけじゃないですけども、まあ、ある程度自分の好きなものをいくつかのプリセットから選ぶことができるようになるというような。ちなみにこの AI パーソナリティっていうのはどういう効果があるんですか？これはですね、はい、まあ、2人でプレイするときは正直あんまり意味はないんですけども、その1人でプレイすると当然プレイヤー A、ミキャラ主人公いますので、はい、もう片方の主人公は、まあ、自分が操作するかもしくは CPU に操作してもらうことになるんですけども、その、まあ、発言の内容とかですね、そのキャラクターの方向性みたいなのが決まるっていうのも、このゲーム会話でキャラクター間で会話をしてどんどん、性格とかが決まっていくゲームなので、はい、まあ、騎士とかならず者を選ぶとそれぞれそれっぽいような感じの選択を自動的にしてくれるっていうような内容なので、まあ、今のマルチプレイにおいては、まあ、あんまり深くなるほど考える必要はないのかなと。あと AI なしにしとけば、うん、まあ、どんな選択でもですね自分で、まあ、行って、はい、その自分で両方のキャラクターの性格を決めていくことができるんで、まあ、自分はもう両方ともAIパーソナリティなしでやってましたけども、まあ本当にロールプレイしたいと。で自分はもうこちらの例えば左側の男性だけプレイして、うん、もう片方は、まあ、ゲームの中にその性格を委ねたいっていう場合は、まあ、何か選んでいただいてもいいんじゃないかなとは思います。ちょっと見方と意見が食い違うみたいな、まあ、そうですね、そういうのが非常にこのゲームの醍醐味ではありますね。とりあえず、まあ、パクトミでパワー系っていう感じのやつに。なぜかこの肌着を変えれるっていうのが非常によくわからないですよね。これ、海外のゲームって下着変えられるのって、まあ、結構ありますよね。結構ありますね。センスローとかもそうだったし、はい、まあ、この性別も、ね、変えて、女女もできる。下着のこだわりみたいなのは何なんでしょうね。そうです、海外ゲーム一応アイコンとですね作れるキャラクターをある程度合わせるっていうのがいつも自分の中のポリシーなんですけど、ね、まあでも合わないケースがほとんどなんで。モヒカンのピカピカモヒカ、こちら地味に。じゃあクレリックでちょっと黒いけど、まあいいや。回復、結構回復スキルが、はいはい、で結構両方ともあれですね、はい、その武器は近接みたいな感じでなりますね。どうしましょうかね。まあでもまあすぐ仲間手に入る、まあ、そうですね、ちょっと魔法寄りにしてみますか。魔法寄りにして、はい、あ、それだったらそちらクリリックやっていただいて、はい、自分が魔法いきますよ。そうですか。ちょっと魔法って若干トリッキーな部分もあるかと思いますので、うん、その辺もご説明も含めてということで、であれば、まあじゃあウィッチで、ウィッチで、はい、男ウィッチでいきます。正直このリジェネレーションが序盤ではかなり、そうですね、頼もしいな。このゲームは回復が肝なんで、はい、元から持ってるっていうのは非常に強いですよね。ということで、はい、まずはキャラクターメイキングはこれで完成ということで、はい、まあ、とりあえず、はい、まあ、もっともっと実際時間かける形になると思いますけども、うん、はい、今日はこれぐらいでいいかなと思います。はい、はい、ということでこれで始めていきたいと思います。はい、じゃあ